2023年11月13日、民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI、US ナバルインスチチュートは、日本最大級の軍艦が、2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機運用に必要な一連の試験を受けるために、アメリカ東海岸に来航する予定と発表しました。今回は、この護衛艦下下の F-35B 戦闘機認証試験について見ていきたいと思います。加賀の魔改造が完成したら、初の長期公開となります。そのまま、F-35B を数機乗せての寄港ということにはならないでしょうね。素人の感覚ですが、わざわざアメリカまで行ってテストを受けなければならないんでしょうか？時間と経費がもったいないと思うんですが、やっぱり、絶対にアメリカまで行かなければならないんでしょうね。大学入試試験だって、今や地元でも受けることができる時代なのに。USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海地が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年11月現在、2番艦加賀が、飛行甲板の形がグレードアップで変わり、所要の改修も終わった状態で、試験公開などを実施中です。すでに、日本側の視察団、海上自衛官と航空自衛官から構成は、2023年10月末には、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているということです。USNI は、プリンス・オブ・ウェールズが試験中の同じ海域で、空母化改修が終わった出雲型護衛艦も、F-35B 戦闘機の運用に関する各種試験を行おうとしているとみられます。2013年以降、日本政府並びに防衛省は、海地が保有する出雲型護衛艦2隻についても、空母化を着々と進めていました。と同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたのです。現時点での F-35B 戦闘機購入は、42機ほど予定していて、それらを運用するための飛行隊を、空自に新たに編成し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しています。九州に配置するということは、南西諸島空域のスクランブル発進に即対応すると同時に、台湾有事も視野に入れていると考えられます。プリンス・オブ・ウェールズは、前述のアメリカ東海岸での各種テストで、無人航空機の試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っています。ですから、もしかしたら、同様のテストを出雲型護衛艦でも行う可能性もあると見られます。ちなみに、プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦であるクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定です。F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載する能力を備えている空母なのです。この船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、グライドなどの4地域で、BAE システムズと VT グループによって建造されることになっています。最終組み立ては、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行われますが、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事も実施されました。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海、ウエストラント22のためポーツマスを出航しましたが、出航直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されました。この事故によって、演習航海は中止となりました。皇太子に代わって、女王クイーン・エリザベスが9月8日に出航したのです。そして、ウエストラント22で予定されていた、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定作業も延期ということになったのです。本人、本艦がいないのだから、仕方ないですよね。この損傷について、イギリスの国放送協会 BBC は、アメリカへ出発した直後に故障し、いわば足を引きずりながら、岸に戻ってきたとからかったようですが、全く笑えない冗談ですね。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修工事の後、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日にドックを出て、
7月28日には、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像が SNS に投稿されていました。そして、7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章も投稿して、皇太子艦が飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたというわけです。一方、軽空母への改修が終わった海事護衛艦加賀は、2023年11月17日に母港呉基地へと帰還しました。長期間の改修後、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然とはいえ、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日だったので、同日になったのも、運命的なものを感じるという声もあったようです。アメリカへの派遣艦が、出雲ではなく、空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかとも噂されているようですね。アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使って、海事加賀が空母としての機能を持っているのかをチェックする目的なのではないかと推測されてもいます。出雲旧護衛艦の空母化は、発着艦機能の整備だけでなく、艦隊内の本格的な改装は、まだ構想段階ということです。既存の F-35 キャリアを参考にして課題を洗い出し、26.000 トンサイズに適した空母化改修を行うと見られているので、本級が空母としての機能を完璧に備えるまで、歯にかなりの時間が当然ということでしょう。基本的に、艦艇排水量の中で、満載排水量というのは、船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた全ての総合重量です。しかし、強襲揚陸艦の場合、運航関係乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備、武器とかも含まれているのです。上陸作戦要員の分だけ、空母より広い居住区が必要になりますし、装備には、重量のある戦車やトラックも含まれているので、車両庫等のスペースも必要になってくるわけです。もちろん、上陸作戦艦警備品の重量が増えたから、航空機の運用能力が大きくなるというわけではありません。これは、重々承知しておく必要があるでしょう。一方、護衛艦加賀の空母化改修が終了したといっても、艦載機 F-35B の取得についても、空自パイロット、整備員の養成についても、これから始まると言ってもオーバーではありません。こういったプロセス終わったとしても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは比較にならない戦力にと言えましょう。使用方法として最有力と見られるのは、イギリス海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらった上で、洋上補給基地として運用することではないかと思われます。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月という長期間の改修と大幅な能力強化作業を終わり、スコットランドのロサイスのドックから出て、母港ポーツマスへの帰路に着きました。帰路の途中、7月29日には、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X で飛行甲板が使用再開されましたと CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されました。2日後の7月31日、飛行甲板の再開に際して、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化したと思われる内容の投稿もありました。こういったユーモアのある投稿に対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますなどの心温まるコメントが寄せられたそうです。いずれにしても、今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は、台湾有事発生の際には大いに活躍することが期待されているようです。